お願いします。亀井静香さんの胸像は講演会や関係者が寄付を募り、庄原市の上野池のそばに建てられました。やめてくれって言ったんだけどね、もう照れくさいよ。改めてご自身の出来上がりはいかがですか。ちょっと可愛く出来すぎてる。胸像は県議会議長を務めた故木山徳郎氏のものと同時に除幕されました。亀井さんの兄の故郁夫氏は木山氏と県議選で激しく争うなどして、双方のイニシャルから KK 戦争と言われました。木山さんというのはね、偉大な政治家だったよ、わしが悪かったんだ。仁義をきちんと切ればよかったと振り返りました。亀井さんは1979年42歳で衆院議員に初当選し、建設大臣や自民党政調会長などを歴任しました。その後、小泉政権の郵政民営化など新自由主義的な政策を批判し、自民党を離党。国民新党時代は中小企業の資金繰り支援の法律作りを担当大臣として主導しました。弱者びいきで異彩を放った亀井さん、今も地元で根強い人気があります。数というよりも一人一人がやっぱ大事です、ね、一人一人の人が何を思ってるかということをやはりね、政治家をしっかりとね、組み上げていくということがなくなってくると、民主主義というのはいい制度じゃないんだな。広島でいうとですね、岸田総理となりましてですね、まあ、2年が経ったわけなんですけれども、岸田はね、はい、いい人間なんだよ、いい人間だ。岸田総理の手腕を評価する一方、5月の G7 広島サミットに触れ、こう苦言を呈しました。原爆を誰が落としたんだよな、アメリカが落としたんじゃないか。慰霊碑の前で大統領にお詫びをさせないかね、申し訳なかったと、ね、それから思わなかったでしょ。ああいうことをしちゃいかんな。亀井さんは被爆者だった姉を白血病で亡くしました。6年前に政界を引退した後は脱原発を唱え、再生可能エネルギー事業に取り組んでいます。こういうね、さんさんたる太陽、あるいは風力、こういうものを使って私がエネルギーを、ね、調達すればいい、ね、やれるんだから、やらなきゃならないだろ。亀井さんは中国横断自動車道尾道松江線や美北丘陵公園の整備など県北部の発展に尽力したことでも知られています。この日は愛知県にある志学館大学の女子レスリング部の合宿所を庄原市に誘致することに意欲を示しました。志学館大学、あそこ日本一のレスリングの強いところですね。庄原にね、合宿所を作ってくれるということでね、おそらく女子レスリングのメッカになると思います。この地域をどのようにしていかれたいですか。とにかくね、どんどん地方へ地方へ地方へと引き寄せていく、私なりにできることはしようと思って。